RSK SDGs プロジェクト瀬戸内から未来へ。このコーナーでは SDGs に積極的に取り組む学校や企業、個人や団体を紹介していきます。 SDGs とは持続可能な開発目標の略称で、17の目標を掲げています。安全な水とトイレを世界中に、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに、住み続けられる街づくりをなど、いろいろあるんですが、今回は環境保全活動を身近なこととして捉え、部活動で SDGs に取り組む中学生、高校生たちを取材しました。街の用水路やその周辺に落ちているゴミの回収活動をしているのは、山陽学園中学校高等学校の地歴部の部員たちです。説明してもらっていいですか。あ、はい、マスクです。やっぱマスクとか多いんですか。最近、まあ、コロナ禍で皆さんマスクつけてるじゃないですか。まあ、やはり島とかの回収活動行ったりしても、前までほとんど見なかったのに、もうよく見るアイテムになりつつあります。地域の人に捨てられたゴミについて知ってもらえるため、種類や量を調べているんです。はい、ここに缶が1、それからあそこに空き缶が1で、全部で2。地歴部がゴミの回収活動をしているその理由は、ここに落ちてるゴミって、まあ、結局、まあ、この後雨が降ったりするとここに流れ出て用水路に、そこから川に流れ出て、まあ、瀬戸内海に最終的に行ってしまうことになるんですよ。で、まあ、自分たちは海ゴミ問題の解決をメインにしてるんですけど、まあ、海で回収続けても元を絶たないって意味がないわけなんですよ。でも海のゴミって非常に回収しづらいわけなんですよね。海の底にあったりして、なので、まあ、流れ出る前の状態ということで、まあ、このまだ陸にある状況で回収活動をしています。地歴部が取り組んでいるのは、瀬戸内海にあふれる海ゴミの問題です。瀬戸内海には今年間4500トンものゴミが流れており、そのうち 65% 以上は陸から流れ出たものなんです。日本海や太平洋のように外海ですと海外からゴミがやってくる場合もありますが、瀬戸内海の場合必ず沿岸域が、まあ、起源、ゴミの起源になっています。ですので、まあ、瀬戸内海が汚れているということは、沿岸域にアプローチができればゴミの発生を減らすことができるということで、生徒たちと特に地域の問題ですので一緒に汗を流したいというふうな思いで活動に取り組んでいます。また過疎化の進む瀬戸内の島に渡り、漂着するゴミの調査・回収作業も行っています。やっぱり手島に回収活動に行った時に、非常に多くのゴミが海岸線にあって、でそれを取っても取ってもまた次が来るっていう、そういう状況を見て、まあ、何としてでもその陸からのゴミを止めないと海のゴミは減らないなと思ったので、ゴミが行き着く先の人は関係ないですから、そんな人に被害がいってるのに、まあ、そこをなんとか止めたいと思って啓発活動と回収活動を続けています。さらに地域の人の参加を促すために、出前講座や展示活動なども行ってきました。そうした持続的な活動が評価され、2020年にはイオンエコワングランプリで最高賞となる内閣総理大臣賞を受賞。政府主催のジャパン SDGs アワードでは特別賞を受賞するなど、数々の賞を受賞しています。そしてこれが今使われている高校の教科書ですね。そうですね、必履修科目なので、まあ、全員が履修しなければいけない地理総合という科目になります。なんと地歴部の活動が教科書に掲載されるほどに。そうですね、 SDGs のところで、まあ、生徒たちの活動ですね、ゴミ問題を通して、まあ、持続可能な社会の実現を目指したり、その担い手の育成というふうな観点で取り上げてもらっています。教科書になってるんですね。そうですね、特に現在の高校1年生はこの教科書で学習していますので、自分たちの、まあ、活動であるとか先輩たちの活動がこのように出ているっていうのは、大変その逆に自信になるというか、やる気になってくれるかなと思います。
まあ、今ある社会問題に対して、まあ、部活で直接アプローチしていくで、まあ、この部活が最前線なんですよね。まあ、そういう活動を体験できる、まあ、唯一の部活なんじゃないのかなと思います。そして今年、一般の人がよりゴミ拾いの活動に参加しやすくなるようアプリを開発。街中で見つけたゴミの種類や場所を入力してもらうことで、ゴミがたまりやすいホットスポットを見つけ、部員たちだけでなく地域の人たちが積極的にゴミの回収ができるようにする新たな試みです。自分たちの部活って部員全員合わせてたった50人しかいないんですよ。でも、まあ、例えば岡山市に住んでる皆さんだったらもう何万人何十万人っていう方々がいるじゃないですか。なので、まあ、少しだけでもいいんですよ。1人例えばペットボトル1本拾うだけで、まあ、とても多くの量、まあ、自分たちが回収する量より多くの量が拾えるわけなんですよね。なので、まあ、より皆さん、まあ、自分たちもやりますけど、市民の皆様、行政の皆様一丸となって、まあ、やっていきたいなと思っています。こういう回収活動を通じて、そして地域の皆さんにこう広めていくって本当に頭が下がるばかりなんですが、はい、およそ 65% が陸のゴミが海に流れていってるってことなんですね。確かになんか海沿いに行っても、あの洗濯の洗剤とか、はい、ひどいものだと家電とか絶対に海で使わないよなっていうようなゴミがあったりしますからね。パッと自分の近くから見えなくなったと言っても、それが遠くの海を汚してるんだっていうのはね、忘れちゃいけないですよね。そうですね、自分のこととして捉えて、小さなことでも一つ一つしていくことが大切ですね。以上 SDGs のコーナーでした。